98.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. Act us. 甲府いろいろ。時刻は11時を回りました。 FM 富士アクタース松見拓也です。東条由加です。ここからは甲府市の時間、甲府いろいろです。甲府は武田信虎公が辻ヶ崎に館を構えた永正16年1519年の開府から500年を経て、今年は武田信玄公生誕500年という節目の年となっています。このコーナー甲府いろいろでは、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さて、今お話ししたように甲府の開府から500年が経ちました、開府500年イヤーの2019年を中心に、これまで様々な催しが行われ盛り上がりましたが、今年も12月20日甲府開府の日がやってきます、今日の甲府いろいろは、改めて12月20日甲府開府の日がどんな歴史がある日なのか、そして関連するイベントについてご紹介していきます、スタジオには甲府市記念事業課の飯田翔太さんにお越しいただきました。飯田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、甲府開府の日の開府というのはまずどういう意味なんでしょうか。はい、開府とは政治の中心地という意味の府中を新たに起こすことを言います。中世の甲斐の国山梨の政治的経済的な中心地は現在の笛吹市伊沢町一帯で、武田家は3代にわたり伊沢に近い甲府市の川田町に館を構えていました、武田信玄公の父信虎公は現在の武田神社があるあたり筒子ヶ崎に館を移し、家臣をその周辺に住まわせるとともに、神社やお寺の創建、市場の開設を進めるなどして大規模な城下町の整備に着手。永正16年1519年12月20日に移り住みました。これにより甲斐の新しい政治の中心地、府中として甲府が誕生しました、甲府は建設時期が記録に残る珍しい城下町なのです。これ武田信虎公は館の場所として、これどうして筒子ヶ崎選んだんでしょうか。はい、筒子ヶ崎は信虎公の父信綱の菩提寺恵雲院があり、武田本家の中心的な領地でした。また扇状地の安定した地盤であること、田畑が広がっており広大な土地があったこと、背後と周囲の山によって防御上優れた土地であること、風水に見合った詩人相応の地であったことが理由として挙げられます。様々な理由があるんですね。で、この甲府っていう地名は甲斐の府中、甲斐の府中、甲斐と府中の頭の文字を取って付けられたということでしたが、この甲斐というのはどういう意味があるんでしょう。甲斐の甲は第一または最も優れた物事の意味、そして意は綾のある様、美しく盛んな様を表しているので、甲斐の国名は表記上最も美しい国と解釈できます、先ほど説明した通り府中は政治の中心地を意味するので、甲斐の府中を縮めた甲府の二文字は最も美しい国の都と訳することができるのです。こうやって漢字の裏側を紐解いていくと面白いですよね、で、この甲府という地名はこれ開府以来ずっと使われている地名なんですか。甲府の地名は勝頼公の新府城移転の一時期を除いて使い続けられています、国名と府中を組み合わせた地名が正式地名として用いられたところは、甲府のほかに新府松本市、駿府静岡市、調布下関市が知られていますが、時代の移ろいの中で名称を変えています、名称を変えずにその名の通り山梨の政治経済文化の中心としての位置を維持している点は全国に誇れることと言えるのではないでしょうか。今のお話聞くと、地名が長く残り続けているっていうことも誇りに思っていいことなんだなと感じました。そんな甲府開府から500年の節目が2年前2019年にありましたね。2019年の甲府開府の日である12月20日には JR 甲府駅北口よっちゃばれ広場で甲府の誕生を祝う甲府生誕祭を盛大に開催しました。
2019年には信虎公の甲府開府から500年、そして今年は信玄公の生誕から500年を迎え、この歴史的に大きな2つの節目を歴史を振り返りながらより多くの人とお祝いしようと、甲府市では2016年から数々の事業を展開してきました、はい、その中に私たちが住む地域の歴史や文化を再認識し地域への愛着心を醸成する私の地域歴史探訪、甲府にゆかりのある夢の先生を講師に迎え、子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝え、夢を与える機会を創出する甲府ドリームキャンパス、子どもたちが身近な歴史や文化を学んで発表する甲府ラーニングスピーチという事業があるのですが、この3つは甲府の財産を次の時代へ伝えていくレガシー事業としてこれからも継続してまいります、うん、前の時代の人々がつないできたことを伝えてつないでいくことっていうのは非常に大事なことですもんね、うん、そして今年も甲府開府の日に合わせてイベントを行うと伺いましたが、はい、12月20日の甲府開府の日を多くの方に知っていただくため様々な催しを開催します。まず昔の甲府写真展をご紹介します。甲府駅周辺、平和通りなどかつての甲府の街並みや人々の暮らしを振り返る写真をおよそ60点展示しています、はい、こちらの昔の甲府写真展の期間は12月26日日曜日の正午までとなっています。場所は甲府市総合市民会館1階イベントモールです。では次のイベントのご紹介をお願いします。甲府開府の日当日に行う信虎構造、信玄構造、大掃除をご紹介します。 JR 甲府駅南口に鎮座しており、市民、県民や観光客から親しまれている甲府市のシンボル武田信玄構造と、甲府駅北口のよっちゃばれ広場に2018年12月20日に設置された新たなシンボル武田信虎構造の大掃除を行います。ピカピカに磨きをかけ新たな年を迎えます。ああ、新年に向けてしっかりと大掃除するんですね、うん、綺麗な姿で年を迎えてほしいとですね、うん、こちらの信虎構造、信玄構造、大掃除、日にちは12月の20日月曜日、時間は信玄構造は午前9時半頃から、そして信虎構造は午前11時頃からとなっています。では次のイベントの紹介をお願いします。甲府大好き塗り絵をご紹介します。市内の認定こども園などに通う年長園児たちが色を塗った甲府 PR 大使武田春くんの甲府大好き塗り絵を展示しています。塗り絵と一緒に子どもたちが考える甲府の大好きなところも描いてもらいました。1300名の子どもたちから応募があり、1回目の展示は昨日14日で終了、2回目の展示が12月16日木曜日から12月27日月曜日となっています。場所は甲府市役所本庁舎1階東側ガラス面となっています。はい、子どもたちの塗り絵にもほっこりできそうですね、うん、その他にもイベントありますか。12月20日月曜日、甲府市内の小中学校で甲府開府の日甲府大好き記念給食の提供があります。メニューは小学校では信玄トーストまたはほうとうと武田信玄生誕記念ゼリー、中学校はほうとう信玄生誕記念コロッケ、うん、信玄生誕記念ゼリーなどを提供します。また広報甲府12月号に甲府開府の日記念のクロスワードパズルを掲載しています。正解者の中から抽選で20名様に甲府ブランドとして認定された甲府の証の品と武田春くんオリジナルグッズの詰め合わせをプレゼントします。応募締め切りは12月28日火曜日です。ぜひ挑戦してみてください。その他すでに申し込み期間が終了してしまったのですが、12月19日日曜日には甲府開府の日イベントを開催します。うん、本当にイベント盛りだくさんですね。すごいたくさんあるね。では甲府開府の日に関するお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせ先は甲府市記念事業課、電話番号は 055-237-5327 です。電話番号を繰り返します。 055-237-5327 です。では最後になりますが、 FM 富士をお聞きの方にメッセージをお願いします。はい、来週の月曜日12月20日は今から502年前に甲府が誕生した
ということに思いを馳せながら、多くの皆様に甲府開府の日をお祝いしていただければと思います、この時間は甲府開府の日について、甲府市記念事業課の飯田翔太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスをしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji Actus